はい、どうも。じゃあ、これちょっとやって、イラストアイシャン行くわ、パソコンもつって。なんか、のぼせてきちゃった。えー、なんか、何するっつったっけこんにちは、おかえり。のぼせてきちゃったわ。のぼさん、こんばんは。あ、こんばんは。何す、シャンプーシャンプーとかするシャンプーしよっか。うん。 着衣はおかえり。シャンプーシャンプーか。じゃあ、コラージュールしよう。じゃあ、シャンプーするね。うん。d h c あ、d h c 洗顔ね。OK。じゃあ、洗顔とシャンプーしても出ます。はい。じゃあ、ーコラージュール。おっとーあぶねえ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 もったいないことするとこだった。あぶねえあ,あぶねえあぶねちゃってあぶねえ落ち落ちあぶねえあぶねえあぶね俺ちょっ、ほんとキッチンだ。キッチンだからね。 ちょっとでもシャンプーが漏れると、危ねえ危ねえって一人で言ってるから。配信外でも。<laughs> 楽しい人でしょ。配信外でも、そうそう。けどみんなもあるしよ。こうやって使ってたら。ね。うん。ホウロハイ初めて見る。マジで。リアクションを使うあるよね。危ねえ。いやいやいや、マジで。貧乏。いやびん、貧乏症やっぱ出ちゃうよね。やっぱ金持ちになったとしても。うん。最後の一滴前使う。いや、僕もそういうタイプ。 うん、わかる。うん。そうそうそう。庶民的、えっ、ー、と、ボトルは、ボトルねえんだもん。うん。めんどくせえじゃん、てか。うん、ボトルは。パンダ着ようよって。パンダなんかなんで着るのパンダスーツでしょパンダのなんかぬいぐるみを着るって、着ろってことでしょなんでお風呂入ってんのにパンダの縫い着ぐるみ着ないといけないバカだろ、お前、うん。頭悪いじゃん。そんなやつどこにいるんだよ、世界中にさ。 マッサージ、そう、マッサージしながらこうやってね。うん。バカだじゃんよ。ほんとに。パンダでお風呂入ったやんかって。入ってた。入ってたよ。入ってた。泡、泡、泡,だ泡立ってるこれ泡立ってるってみんなもこんぐらいすぐ泡立つのよ。俺ってやっぱ泡立ちやすいの。俺ってやっぱ泡立ちやすいの。 ねえ。全乱になってください。夜空聞いたら気持ちよそう。あんまり泡立ってない。嘘泡立ってる方やんじゃんこれ。俺、俺結構泡立そうだと思うよ。水が足りないんだよ。いや、違う、水が足りない。水持ってやれば泡立つ。あ、違う、ダメだ。コメントが読めなくなってしまった。固めではないと。あ顔にき、いや、もう目、目に来てる、これ。 でも俺最近ね、ちょっとね、あのね、コラージュウルフのやっぱさ、このね、これを持ってるんだけど、なんかこれもね、なんかね、ボディーソープ持ってるんだけど、めんどくせえ時もう本当にこれで洗顔したりしてる <laughs>。あ、今日、今日洗顔するから、ちょっともういいや。うん。いつも本当こうやってやったりしても。これでなんか手とかバーってやったらだって高いから別に構わないもんね。コラージュウルフ。だって3000のシャンプーだもん。ボディーソープにも使えるっしょ。 三千のシャンプーだからなそう思うでしょねやっぱ思う思うよねああやっぱり、うん、おまーんおまん じゃあちょっと行こうか。これ、おまーんって何な,なの俺今なんか今日の配信であれ適当に言ってるけどさ。おまーんってどういう意味なのこれ。うん。なんかおまーんってなんか聞いたことある気がするんだけど、なんか芸人の人とか言ってなかったおまーんって。でもなんか国 <laughs> あ、国 <laughs> え前世。前世、おまーん国出身の人、俺。え国なの あ、おまん国際か。確か国でなんか <laughs>、あったような気がする。<laughs> うん。おまん。うん。下ネタ、マンコの方じゃないよ。そういった意味で言ってない、こっちだって。うん。うん、そしたら、マンコって言うわ。おまん国。おまん国。サッカーでよく聞く。うん。おまんに国ってつけると、おまん国。くだらねえな。やったー、マンコーヒーみたいなあれじゃん。くだらねえね ああ、うん、何がやべえんだよな、もう。チンコでもマンコでもついてんだろうが、さっきからカッコつけがあって。ほんとにさ。俺ネット上でカッコつける意味がわかんないんだよね、ほんとに。ネット上、ネット上でも社会性をね、お前らは保ってたいのか。ネット上って遊び場じゃねえの俺砂場みたいなものと思ってっからね。うん。カッコつける意味はわかほんとに。 チンコでもマンコでも、だってお前ついてんだろうが。別にいいじゃん,<笑><笑>うん,ん。俺本当に意味が分かんないんだよね。うんうん、別に何、別に何があって、弾、うん、く必要はないと思うんだけどなっておいこまっちゃう。えー、っと、じゃあ D H C、DHC マウスップ。DHC マウストップ、じゃあ、これ本当に、あの、いつ、前回、いつ、最新でいつやったっけ、これ。分かんねえな。うん 多分2ヶ月前とか3ヶ月前。うん。とかだよね。それ以来ですさ。全然やってん。俺全然洗顔したよももうやっぱ曲作りとか、まあやっぱ人キャだからさ、ずーっと人と喋ってないから。うん。もうそういう生活したらさ、引っこもりで、やっぱ別にもうこんな、で、で、DHC をやろうとか、髭ろうとか、 そういう発想にならねえカビカビカビじゃないカビなのこれ。ちょっと濡らすね。泡泡ネットで泡立てます。久々にほんと使うわ。泡泡ネットで、はい、すぐ泡立ちました。やっぱこれね、洗濯ネットじゃなくて、なんつうんだっけカビ カビじゃねえだろ別に。知らんけど。何でもいいよ。なんかもう遅いよ水流してほしいとかさ。ワンテンポ遅いんだよさっきからお前。お前ら。なんか。君ら本当にワンテンポ遅いよ。ネット、あ、洗顔ネットね。そう、洗顔ネット本当そう必須だよね。ねえ、昔だからさ、配信した時さ、洗顔ネット知らないってやつがさ、 私女だけど知らないってやつもいたよね。私女だけど洗顔ネットとか初めて知ったとかさ。<laughs> 女子力もうクソみてぇな女子力なんだな。そいつ。マジで。あなた最先端。お前やばいな。あるけど使ってない。嘘。泡立た、泡立たないじゃん。泡立たないじゃん。ね。うん。じゃあちょっとこれね、あの、さ、なんだっけ何秒だっけ 俺いつも何秒って言ったっけ洗顔はあと、なんか20秒以上やると、なだっけ何秒以上 ?10 秒あ,あ、10秒以上やると、逆に、あのー、人間に、あの、そもそも必要な油。油まで落としてしまうから、そう。これはマジだからね。10秒って言った。あ、10秒か。10秒以上、これつけたら、逆に肌に悪いんだよ。ちょっと俺なんか目、目,目に泡が入ってきた。うん。 初めて知った人いるああ、初めて知った人いいんじゃん。初めて知った。30秒あ、30秒どっちわかんねえ。10、10、10秒じゃなかったけど。これインターネットに書いてあるから。うん。カリスマなんか美顔ガンシがなんかね、ブログ僕見たんで、インターネットで。カリスマヴィガンシの、ほんとかよってのあの、インターネットで知らなかった。インターネットカリスマ美顔ガンシのブログに書いてあった。10秒以上か30秒。 30秒以内に保湿しれってのっけ。あ、無理だって。だって風呂入ってんだもん、俺。30秒以内の保湿は無理だわ。まあ確か10秒だよね。30秒じゃないよね。10秒だよね。10、そう、10秒以上。まあネットに書いてあるから。マジで。うん。1個。あの、ネットに、あの、調べてみ。ほんと、初めて知ったとか。ね。うん。お前嘘ついてるだとか、なんかいうやつ。ね。お前、ゲ生えてるこんなおっさんがさ、ね。説得力ないよな。な。 でも本当だから。うん。そう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 。ちょっと待って、じゃあもう行きますね。ちょっとなんか目になんか続きある、ね。じゃあ行きます。10秒で、10秒。じゃあ10秒、10秒、10秒だけ、ほんと。10秒以上は、ほんと、人間にとって必要な油を落としてしまうから、逆に悪い。うん。っていうね、カリスマ・ビガンのブログに僕はそれを信じてる。うん。でも本当だとは思うけどな。じゃあちょっと行くよ。じゃあ はい、つけました、今。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい、はい。 まだ耳とかついてますね。<laughs> すげ鼻水。耳とかついてるんで、うん、そういえばもう面倒くさいんで、まあ初めから僕なんかああやばい目とかにもはい入りそう。うん。もうここやってやった方、うん、はい。終わり。はい、終わりです。はい、そうこれであと皮はかっこよくなります。 僕は。うん。あの、白くなるからね。あ、てか、そう、あと DHC っ毎回毎回僕、あの、ステ、ステマなんで、これは <laughs>。そう、DHC の、あのね、ステマする人なんで、僕は。DHC やった後、俺ほんと顔真っ白になるからね。これ、あで、あ、見せてやるよ。でもう今ちょっと真っ白でしょわかる今ちょっとまあ真っ白っぽい感じわかるかなね。うん。 そう、白分かるなんか赤いのはのぼす今のぼせてんの赤いのはの,ばせのぼせのぼせてるよいぞよっしゃ 早い汚れてるリーセットとか似合うと思うえ初見ですあ初見の人ありがとうございますあちょっと伸ばせてるちょ、あやばいいやほんとの伸ばせてるやばいちょっとなんか考える人みたいになりそう銅像の のぼせてるほんとにあーめまい貧血いやほんとのぼせたもんロダンっていうんだあいつ考える人頭いいねお前、うん、神よ今日もありがとういいあ水のウォーター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 の神様よありがとうございますお湯捨てねえよあおっかちょっと長瀬に似てる あ、流す、時代の永瀬さんってあれ、そうですよね。うん。時代の永瀬な、瀬さんは結構あれ、確かにヒり入ってるか、確かに似てるっていう確かにちょっと似てるかもな。うん。あ、ちょっとあれ、チンコ出すわ。じゃ、恒例のね。恒例のチンコだ。いや、でも似てる、似てるよね。俺、ちょっとマジ、マジでにちょっと、確かに時代の永瀬さんにちょっと似てるってのは、イントネーション。 イントネーション別になん、なんかあって、あって。ドラゴンアッシュの KJ。うん、K。ドラゴンアッシュの KJ。コンディショナーとかしねえよ。流瀬を、流瀬、な、な、な、流瀬さんは、うん。長瀬よりもイケ、イ,イケメン。うん。長流瀬さんはけどさ、普通に、あの、マジでこんなヒゲ生やしてるよね。なんか俺もテレビ番組つけっぱにしてんだけどさ。だから確かに確かに。 今ちょっと髪型さえなんかね、でもあの人も俺バックの時とか確かに長瀬さんに似てるわ、俺。いや、わかる。うん。草薙には似てないだろう。うん、草薙さんには、俺やっぱ。うん。俺今は似てないと思うよ、ほんとに。じゃあちょっとチンコ出す。待ってて、ほんとに。うん。じゃあちょっと、あ、これ、あ、そこあとはね、洗顔したら、 こいつね、DHC の、あの、マイルドローション。これもすぐ、だから、洗顔した後30秒以内だっけにやんないとダメなんだよね。化粧水。それもなんかね、カリスマ美容師のなんか、あの、ブログに書いてあった。マジで。今すぐでしょ。そうそうそう,そう。あかんやんけって、だから、もう、もうダメです。もうタイムアウト。完全タイムスリップですよ。ああ。 だ,だから、けど、みんなも、あの、カリスマ、び美、美、美が、美が、美が、美顔器の、美顔師の、ね、あの、ブログ、あるから、ネットに。それちょっと見て。うん。それちょっと見てください。まあ、ね、インターネットで調べたら出てくるよ。うん、普通に。うん。カリスマ美容師、カリスマ美容師、スペース、えっ、ー、と、洗顔って。インターネットで調べたら。 本当にマジで今日初めて知ったってあの人はねマジだから本当にあの洗顔10秒以上やると逆に悪いんだようんだからいいこと知ったっしょね今日初めて知った人はうわーためになるねためになるねこういうのがさ いい、いい、また有益な情報を得られるし、ためになる配信でもあるんだなって思うね。ためになるね。勉強にもなるしね。本当に。うん。マジでためになるね、これね。うん。いや、ためになるね。ためになるわ。ちょっと今、パンツ履くね。ためになるから。あー、いや、ちょっとマジでためになるか。 ためになるね、ちょっとね。あんまためになんないかな。ためになんないかもしんないね。人によっては。ま、ためになんねえか。うん。人によってはためになんねえか。そんなに。なんか悪かったねタためになんなくて。そういう人は。ま、ためになればいいって思って、毎回やってんだけどさ。 ダメになんないかった。でもまあダメになるよね。ダメになるよね。たまに。気が向いたらダメになるよね。また。気が向かなかったら、ダメになんないよね。そりゃ。気が向いてないんだもん。だから気が向けば、ダメになるな。これ。すげえダメになるじゃん。やっぱ。 いやー洗顔っていいね本当そう思わない洗顔ってすげえ、ねうんまあ、いいよねうん洗顔ってなんかまあいいよね洗顔ためになるねじゃあちょっと上上上履くからちょっと今もパンツは履いたから ちょっと上履くから上上ちょっとこれあっちいいよ絶対ためになんねえよああいこれああーこれやっぱちょっと半袖にすればよかった夏だねやっぱ風呂入った後ってはいあ終わったよやっちゃやっと終わったえー、っとはいやってきましたはい ちょっともうね、あの、化粧水つけないとね。じゃあ化粧水つけるわ。これ。あーけどほんとのぼせてる。ああ。夏じゃねえからってうるせえ。こんだけお前さ、コメントなしで一人ごとでさ、あんだけさ、なほんと落語家のようにさ、喋れるかてめえら。なあ、俺自分ですげえと思いながら喋ってんぞ、いつも。この間。アドリブでやってんだぞ、お前。な アドリブでやってんだぞ、毎回毎回、昔っからよ。なお前らが暇にならないように漫談をしてるんだよ。なラッコかって何がジャック、ためになったかって何がお前ら、ああいうあん、ああいうこと言う。お前喋れるか、お前ら。一人も喋れないだろう。絶対俺に叶うや、俺みたいなトーク、あんなね。あんな、あの、いや、お前らが暇にならないように、な漫談をしてるんだよ。絶対できない、お前ら。あんな喋り。うん、ずっとためになるためにならないとかと、あんなわけわかんないことずっとお前ら言えるか。 言えねえだろ、お前ら。なあ。頭がおかしくなる。すぐかいや、ほんお前、お前、絶対できねえだろうが。なあ。ほんとにさ、ちょっと、ちょっとや、やあ、これ、これね。ダ、は、メ、い。優しくトントン。優しくトントンね。これね。はい、もう。 でも本にちょっとなんか DHC してなんかあの風呂,風呂入る前よりもちょっとなんかやっぱ白み帯びてるっしょそれ分かるなんか白み帯びてんの俺うん絶対やっぱほら俺火入るとあとなんか笑った時がなんかいい感じだよねこれねかっこいいよね火、うん、生えた人をにっこりって俺好きなんだよね男うん いい感じえ、これ分かんないきついあ、ほんと美しいヒゲそらんのさあ、なったよ、ヒゲ。うん。こっちも気使うけど、かっこいい。かっこいい。ああ、まあ確かになんか、俺なんか好きなんだよね、男で。なんかヒゲ生えてる人が笑,笑ってるの。なんか笑、なんか。なんかほんと幸せそうじゃん。 なんでヒゲは、俺さ、宮崎駿とかもさ、笑笑ってる姿ってさ、なんであんなさ、ヒゲ生えた人ってさ、笑うと幸せそうなさ、なんか笑い方なるんだろうね。謎だよね、これね。わかるでしょこれわかるなか宮崎駿とかめっちゃヒゲもじゃじゃん。なんかヒゲ生えてる人ってな、なんかすげえし、なんか、あ、やっぱわかる人めっちゃいるじゃん。めっちゃわかる人いるじゃん、これ。なにお前ら。本当にわかってんのなあ。嘘でしょ 本当にわかるかもしれん。本当に本当俺適当に言ったんだけど、今。本当へえー。そうなんだ。幸せそうに見えるんだ、お前らは。うんサンタクロースとか、カーネル・サンダースとか。あー、なるほどね。あ、でも確かに適当に言ったとはいえ、カーネル・サンダースとか、サンタさんとか、笑ってるのもあれ、確かちょっと幸せそうに見えるね。なんかね。なんか、ひげ吐いて。うん、なんか、なんか、こう、 <laughs> <laughs> なんか言ってるような感じだけど射精してるような <laughs> なんかなんかわかんないけど <laughs> なんかなんかなんかすげえ変な変なかねかなんか幸せな感じでやっぱ出るねジャムおじさん気持ちよくなってる <laughs>、うん、気持ちよくなっちゃうえー、っとじゃあ次にああじゃあちょっとねじゃあこれで じゃあ、スーカーますからね。は、う、い、ん。そんな顔で行くのか。はい。はぁ、あ、ヒゲ好き。あ、今、単発で、風呂配信したら、残、あのね、今だったら、無造作部屋見れますよ。俺がワックス使ったら、こんな感じ。<laughs> やっぱ、ひげ合ってない、でもなんか、なな、や、でもさ、いや、でも、まあ、いい、まあまあ、や、こ役者さんいるだろう。かっこいい。いや、こう役者さんいるだろ、別に。 やっぱここら辺なんかオールバックっつうかああでもうんうんパンクああ結構パンクっぽいなどうすればいいのここら辺ああでもここら辺は横はこうやって立てなければパンク エタさんには似てなくない、うん、なくいんかいいねさなんか結構やっぱ単発だとさやかだねえー、ドラコ・マルフォイみたいにしてねドラコ・マルどこのドラゴンだよマルフォイだろ河本ヒカキンさんみたいマッドサイエンティストどく海にいそって。 うん、ソフトモヒカンとかやんねや。うん、まあけど、まあまあまあ、こんな感じ。今日、かっか、まあ、かっこいいちゃかっこいいよね。まあ、顔かっこいいからね。うん。なんで金髪やめたのってうん。うん、かっこいいね。いいね。うん。 久々だよ。久々だけど、本当に。自分の顔こんなに直視した <laughs>。うん。一週、この一週間ずっと曲作りしたからさ。マジで自分の顔見てなかったから。いや、けど、ちょっとヒゲが多分ね、いや、めっちゃ見るやって。だって本当にだって <laughs>、久々だもん。マジで。うん。あ、可愛い,いこれ。おヒゲずらのおっさんでもやっぱ可愛い瞬間あるよね。あ、可愛い,いね、この顔ね。表情いいね。 かわいいね。じゅ潤に似てねえだろうな。うっとりすんの、のこさんこんばんは。うんかけどか。かわいいね、今のね。うん。ぷっくーはしんなよ。これはね、ない。これはないね。ひげなまずみたい。自分にうっとりする。歯並びきれい。もう全部きれいだから俺。うん。い,いや、ちょっともう、あの、防災訓練するか。ちょっと、防災訓練行くわ。 はぁ、あ。かわいい、内面がちょっとうん。スカル、スカルプ、スーカーっから。スーカー。 そう、いつか、いつも下から当てるよねって何が下から当てちゃダメなの下から当てないのお前ら。違う俺いつも下から上、うん。上から下なんて信じられない、うんうん。電撃ネットはハゲるで。下から上上からのが良い。何が良いんだよ。何が良いんだよ、この上から一杯やな<あ>俺全部下から、で、下からだよね。下から上ダメあ、みんな上からなんだ。俺はオールバックにしたいんだよ。癖つく。上から下。あ、そうなのみんな上からじゃん。 俺だってさ、普通にさ、どっちでもいいっつうか、あの、オールバックにしたいの。そういう、あの、あのね、混ンがさ、やっぱあるからして、やってんの。上からあったら、ぼっちゃん狩りみたいになっちゃうじゃん。ぼっちゃん狩りみたいになっちゃううん。上からとこんな風に。ひげっ。でぼっちゃん、なんかね、おろしてんの、俺にちゃうなんか似合わないと思うんだよ。スタンドロー、そういうこと。上から、キューティクルなキューティクルあ、おちゃめかさんっす。 お茶はとねちょとドライヤーするからうん癖つけたいそうだから短いうちはそうそうそう短いうちはね逆毛になるようになるで逆毛お茶若いざんっすあーもううるせえなハゲるハゲるってよどのみちいつかハゲるだろ なんか、カッパみたいになった <laughs>。なんか、俺やっぱ髪がね、柔らかいからね <laughs>。俺髪が細いからさ、なんかうまく、あ、お茶わかりさすあのさ、うまくさ、オールバックになんねえんだよね <laughs>。なんかやっぱ、ポマード使うしかない、ポマード。ポマードないとダメだな、やっぱな、ワックス。俺、ポマード。でも、ポマード、キュウリうるせえ。 なあ俺さ、ポマードけどさ、あれとかもさ、やっぱ髪に悪いじゃん、肌に。肌に悪いからさ、やっぱポマードやん、かっこいい。ワックスないの。ワックスはなんかね、昔のワックスとか育毛剤とかなんかあったような気ですけど、マックスあった。うん。ワックス。ワックス今、この中にあった。んうん、育毛剤はけどなくなったか、さすがに。ここになんか昔はね、親父の育毛剤が入っててね、小学生の頃は使ってたんだよ。 <laughs> 俺、小学生の頃にクモも使っててやばくないだって、ハゲ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 、俺、それは小学生の頃からいじめられてたから。この中に、これもう、多分これ5年6年前とかに買ったやつだよ。そう、小学生の時。だって俺、じゃあいじめられてた当たり前じゃん。ハゲハゲいじめられた気にするだろうが、俺、小学生の頃からハゲって言われてたんだぞ。いや、マジで。これ6年くらいの前のやつ。 河内。河内で買ったやつだね。6年前ぐらいのやつのやつこれ。捨てろよ。うん。ちなみに金髪のやつもなぜかね、あのね、ハイブリーチもまだね、1個残っててう。ん。これはまだ使いません。まあわかんないね。またいずれ使う日も来るのかもしんないけど。ああ、うん。河内、ただのデコっパチ夏い、ハゲ悪化しそう。金髪、ああ、まあまあ、地肌に悪いからね。 ひどいないじめっ子って、お前らも同じようにハゲハゲ言ってんだろ、今。<laughs> なんか、まはあんま変わんねえだろ。まあでも全然ね、けどほんと、小学生の頃は言われたら、それ気にして僕は、その時から、その時だけだよ。むしろ育毛剤使ったの <laughs>。その時だけは育毛剤使ったんだよ、の、親父のやつ。ああ髪も乾かして、まだ書いてない。金髪、ハゲても乾かわいい。金髪の時はまた廃止すると思う。カッパ。 全部自分に返ってくるんだぞ。おはようございます。全部自分に返ってくるんだぞ。お前ら、あの、いろんなこと、言霊だからな。うん。言葉っていうのは全部言霊だから、全部自分に返ってくることを、あのね、思い知る、思い知るがいいよ。ほんとに。マジで。うん。いつもいつもの俺、俺、俺、俺にね、なんかね、ハゲでも、ハゲでもなんでもいいけど、いろんなことをね、他人に、俺だけじゃなくて、た言ったことは返ってくるか言霊というものはあるからね、ほんとに。うん。 そうそうそう。男はみんなハげる。いや、ハげるって、お前だってハげるわ。本当にや。自分に返ってくるからね。<笑><笑>うん、でもちょっと楽しみだね。ブーメラン。のこさんに剥げていたこのこさんはかっこいい。みんな今日、あの、カカカ髪増えたね。あの、僕けど俺本当にさ、あのさ、あの、ひ髭をさ、 剃った時がすごいまた楽しみだね。俺、髭剃った自分の顔がちょっとまた思い出せねえわ。なんかもう、なんかこんだけ見ちゃうと。一気に若返るのかなね。一気に若返るのかなやっぱね。かっこいい。チャップチャップ。寝癖。いつ頃そうの知らん。馴染んできたね。俺もなんか指で隠してみて。いや、それだとわかんないじゃん。うん。髭剃らずライブ明日うわ分かんない。もう別にもういつ剃ってもいいんだけど。 うん、一回けけどパソコン配信がしたいってだだなんだよ一回これ後でイラスト描く配信でそうパソコン配信した時のひげ今のひげ面だどんな風に映んのかなってどんだけかっこいいのかな自分があってそういうこと <laughs> どんだけ自分がかっこよく映んのかなってそういうことだようん自撮りで格好してなるほどそういうこと自分が今パソコン配信でやったらパソコンのはこれイケメンじゃんどんだけねダンディーに 打つのかなってただそんだけだよズボン開かないのって履くようんちょっと寒くなってきたうんおひお昼飲もうかちょっとお酒ねお昼お昼ちょっと飲もうか寝たいから早いお,かお,お絵かきしてお絵かきするよ今からするちょっと待ってなんか飲みたいわうんお酒だよ昼じゃねえお酒お酒ちょっと飲もうかお酒 なん,かな,なんかに,に,に人間人間楽しくなってきたな人間今ょなんかお風呂入,入ってまあ俺も起きたばっかだけど起きてあけど起きてるもうあれか5時間ぐらい経ったのか起きて5時間ぐらい目が覚めたうん人間人間楽しくなって今のテンション好きあ今のテンション僕ちょっとテンション上がってるよ今今なんかすごいテンション上がってる。 楽しくなってきちゃったすごく何なんだろうこれねめっちゃハイになってきたああめっちゃハイになってきたやばなんだこれああ落ち着いてるね落ち着いてんの今俺けどハイになってきたマジでああ,あ,あ疲れた最高にハイってやつだいやーちょっと落ちてきたわやっぱやっぱちょっとテンション落ちてきたわ うん。疲れた。うん。うん。わか,かんない。<laughs> いや、わかんない。<laughs> なんか今日か。いや、なんかわ、わからん。はやって、わからん。わかんねうるせえな。うん俺んほんとそういう人間なんだよ、うるせえな。わかんねえんだよ、自分でも。完全に。下の体操見せて。ああ、いいよ。靴下履靴下履くね。バナナ履く、今日は。靴下履く。 靴下履く寒いわやっぱ、うん、アイス食べようアイス食べるイラスト配信どんどん遅くなるよ下の体操って下の体操ベロの体操じゃ顔面体操でしょこれっしよう俺ょっいや俺今日顎関節症がほんと最近ひどくてさ顎関節症今ちょっとバキッてなったん今ちょっ待って久々にこれもやるうん一緒にやるよ まあこれはほうれい線を消す体操ですね。顔面体操です。顎外れない。顎外れたことないんだよね、俺人生で。崩したとこ知らねえよ。待って、ノコかっこいいったかっこいいの当たり前だ、今更かボゲ、ボケ。いつもかっこいいわ。やろう。今ちょうどやってた。うん、久々にやる。知らない、これも知らない人いるでしょ。ほうれい線ないやつだから、顔面体操やってるからじゃないの。ほうれい線けど、僕20代の頃あったからね。結構。ね。まあまあ、昔の写真見りゃ分かるけど、ここ。 だからほうれい線だから僕はこれでなくなりますちょっと待って <laughs> あのガッカンをちょっとまず治めなければ俺のガ関節症セッはナダ袋僕え僕ってなだ袋,袋って何なのあっちょ俺初めてちょさ聞きたいんだけどなだ袋って俺あるのなだ袋ってなんかさなだ袋って何なのあご外せろが「こんばんは」「なだ袋」 涙袋。涙袋っつうんだ。な、涙袋が。涙ぶ、な、な、涙、目の下のぷくってやつ。目の下の。あ、これこれのこと俺な、な、な、な涙袋。なだそうそう、なだそうそうそ。それ、それ、それで読んでたわ。涙袋って言うんだ。なだ袋、な、な、涙袋ね。涙袋って俺あるのえ、俺、俺、これさ、あのさ、 なんだっけこれこれってシャドウ、うん、ナチュラルシャドウなななんつうかこれクマクマ名だある私いやお前じゃねえ俺だよノコは涙袋あるク僕クマだけど僕ななみ涙袋あんの涙袋ってあるんだえあるんだ俺涙袋えこれある人ってさあれさゲあのさあの広瀬すずちゃんとかわかんないけどなんか女優になれるんでしょ 私もシャドウ、あの、クマ俺クマやけどほんとすごいけど、ナダ袋あるんだ。ナダ袋。ナダ袋ってくずっとさそう思ってたわ。ナダ、笑ってみってないかはい。なに、笑うとある。あ、笑うとあるのあ、笑うとあるのめっちゃある。え、あるんだ。え、笑うと出てくるんだってか。初めて知った。 うん、ある人は人気者っていうか,なんか女優さんとかなんかあるっていうのはなんかさよくなんかネットとかで見たら「えこれど,どれのこと言ってんのこれ笑うたんどれこれしたってこれ<笑><笑>、うんあこれかへえこれあ確かに何かあこれのことなんだ初めて知った。 これ涙袋なんだ<笑>そあ。笑ったとき。けど笑わなくても確かにこれックちょっとある。これか。可愛いでも、でも本当に言うと何が可愛いのか全くわかんない。うん。涙袋か。涙袋ってのが。めんどくせえ。涙袋ってちっ言わして。涙袋って何が可愛いのこれ。これがあることによって。でシワに見えじゃん。ってかむしろ。 何、何がかわいのこれ。よくわかんない。目が派手になる <laughs>。目が派手になる。流行りああ。ああ、目が派手になるんだね。<laughs> あ、そう。え <laughs> 面白いね。目が大きく見える気のせいだしょ。立体的は本当に気のせいじゃねえの。 ファッションメーラーの人とかそこ赤くしてるあそうなんだえー、気のせいじゃねえんだ美形に会える嘘ああなるほどねわからん大きく見えるよ目が強調さ余計やむヒアルロン酸を注入したら大きくなるあそうプチ整形とかで涙涙袋涙涙袋ください目がでかいからもう収入が増えます 三次元化。なるほどね。カトパンって誰ですカタパンみたいな名前のやつ知らねえ。うん。あるとないとじゃ印象違う。野子さん、目の大きい女性どう思いますいや、目の大きい女性と関係ねえ俺、別に目が細か,かろうが、別にそれは、俺、別に一重の人でも全然俺、可愛い可愛い,い人は愛い,いと思うよ。その女優さんでもなんかわかんねえけど。うん。だから別に二重が絶対いいたんって思わないな。うん。トータル的にはバランスだろ。うん、ぶ,ぶっちゃけ言うと。 男でもそう思うもん俺一重うんなんか蛇顔男子とかさ奥二重なんかあれって、うん、一重の男でも全然なんかかっけえやつっていっぱいいるなっと思うけどうんバランスだよね結局ねうんだからなんか二重がいいってのはそれは違うよと俺,俺思うね「カトパンは目覚ましテレビ」<laughs> 綾野剛ああ綾野剛さんとかうちなんか確かに一重っぽい感じあるちょジュース飲む うん、パーバランスバランスはです、ね、結局、うん、俺はバランス神だからね僕はね神だからほ、うんとん俺俺もうほんとそのバランスここが神な分だけやっぱね神様はねあのねやっぱねこいつちょっと頑張っていいからハげさしとくかみたいな、うん、やっぱね物を与えず神はっていう感じでえー、っとな何飲むんだっけ あそうお酒飲むんだお酒飲みたいうん。おひさん髪どうしたはうるせえな食べ物はだからお菓子お菓子食べてるだからまあ最近はだからだいたいここに転がってんの食べてんだよねうんまあ相変わらず武骨とかチーズおかきとかねこういうせんべいとかおかきばっかだね <laughs> あとコンビ、セブンイレブンでハッピーターン最近もね、買ったよ。うん、床置きなんだよね、床。床になんか、最近これがマイブーム。おかきばっかだね、確かにこれも美味しいよね。歯が欠けそう。床にお、おかき好き。なんかわからん。タラコ好きだよ、俺。タラコ、うん。タラコスパゲッティ。俺最近だからタラコスパゲッティ食べたサイゼリアで。うん。 タラコスパゲッティ食べたいなっていつもやっぱエビとイカのドリア頼んでるから最近タラコスパゲッティおいしそ食べたようんマジでめっちゃ美味しかったサイゼリヤのうまいうまいうまいそうめっちゃ美味しかったすげえ美味しかったてかだってすげえだってもう10年ぶりぐらい食ったもん10年ぶりどころじゃねえよタラコスパゲッティなんて15年ぶりかわかんねえけどそういつもべ食べてるあタラコスパゲッティサイゼのあれうまいな うん円うん、あれうまいね俺だからそうそうそうサイゼリア今週なんか3回ぐらいいったんだけどそのた多分2回はそう2回2回二回食ったたらこスパゲッティたらこスパゲッティとフレッシュチーズとトマトサラダトマトとサラダとあとはたらこスパゲッティドリンクバーねうんいや15年ぶりはだと思うよたらこスパゲッティなんてマジでうん実にちょお酒飲むわ 酒飲むね。え、これこれもう12時、12時半じゃん。<laughs> トマト好きなの。トマト好きだよ。今度食べよう。12時半じゃんもう。これイラスト配信したらほんと多分し深夜、朝、朝までい行っちゃわない大丈夫けど案外多分俺すぐみんな多分寝るんじゃねこれなんか寝るやつなんか多そうなんだけどなんで寝んの明日さ、あのさ、日曜日でしょ。うん。寝る必要ねえだろ。 朝までコースか知らない。まあ、俺もライブあるからね、明日ね。うん。ちょっとライブに支障ないようにね。あんま酒とか飲まないで、ちょっとね。眠くなってきた。ノコは時間大丈夫なの全然大丈夫だた。だって俺明日5時に出るもん。明日のライブね。もう眠たい。どんだけだよ、本当にさ。もうん、俺、まあ俺、ほ本と俺とひっくり返った生活してんだね、みんなね。やっぱ社会人の人はね。まあ、ニートは俺と同じでしょ。うん。ニートの奴らは。 俺、やっぱ朝の8時とか、やっぱ9時とかに寝てるから、ずっと曲作って。明日何時に起きるのってわかんない。うん、何時あ、明日だから、明日だから5時に出るから4時に起きないとダメだね。うん。今日はだから7時に起きたでしょ。夜7時。だからいつもより3時間早く起きないといけないから、ちょっと、そうだね。朝のじゃねえよ。<laughs> 夕方4時。夕方5時に出るから、明日のフェス。 ライブああバイト感うん生活が真逆ああ朝六時には寝ないとそう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 ダメだね <laughs> 仕事ファイトずっとねフェスある明日フェス明日フェスだよずっと同じご飯もウーバーイーツってなんだよそれウーバーイーツってない。<laughs> ウーバーワールドって俺けどあのバンド好きだよ 前も行ったことあるっけ俺、ウーバーワールド好きなの。曲めちゃいいよね。ウーバーワールドって。明日行くよ。あ,あ明日来る人ね。あの、5曲しか演奏しないけど、セトリとかね。またね。うん。ロックンロールは鳴りやまないやんないから。うん。<laughs> ロックンロールは鳴りやまないやんないから。それだけは大丈夫よ。いつものなんかフェスみたいな感じなセトリっていうわけじゃない。ちょっとなんかやっぱ、うん。 なんかフェスではやんないような曲も入れたよ。せとり俺は考えたんだけど。あと明日配信するのもちょっとだから北海道とか沖縄住んでる人はないけない人もいるだろうけどやっぱ現地勢をちょっとねやっぱ確かに尊重するとあるなって思う気持ち的てよね。配信はできるツイキャスしてるっていうか、うんまあ、できるかできないかそもそも分かんないけど。 もペンテルちゃやちゃやんねえよえ友達なちゃんっていらないしやんないえー、フェスは配信ダメかもねいや別に明日パーットミュージックのフェスだからまだわかんないうんゆるいと思うけどゲンタって5曲しか演奏しないんだようん初めて2回こっそり配信つか好きにしていいよつかうんなんか5曲しかやんないってあと俺ら目当てでだけに人来る人っているじゃんうんそう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 だからそこを尊重そこは尊重したいかなってうん ま,あまた配信なんてやるしライブ幽霊小 CT ツアーとか何やるんや別に無理しなくてっていうまあまあまた別にやるから、うん、あとちょっとあとはあれだねアルバムねそうそう事務所の都合はどうだろうね事務所は大丈夫確かにあのー、同じ曲えっとあれだねあのー、あれアルバムのことを話し合ってます CT の対バン相手決まってないまだ あれ、対バンツアーなんだよね。まだね、幽霊昇進ってツアーのね、対バンえて決まってません。ただ俺はね、あのー、アマティからね、マネージャーから、あの、こんな人に声かけてみようと思いますっていうのは聞いた。うん、そのラインナップ良かったよ。ラインナップバンド。そうそう、こんな人に声かけてみよう。そうなんか、ああ、誰だっけああ、まあ誰かまあまあお楽しみに決まるかもしれないから。大体決まんねえんだけどね、いつもキュウソネコ猫ミとかさ <laughs>、なんかさ <laughs>、ヤバティーとかさ、 ないつもさ、やっぱさ、フォーリーミ。<laughs> あの、だからさ、いや、フォーリミも多分かけた、俺出したことあると思うよ、フォーリーミでも。なんか、なんか、決まんねえんだよ。いつも決まんねえんだよ、あんかさ。うん。ヤバティとかさ、急そね、こかみでもなんでもいいんだけどさ、ウーバーは、あ、うん、片思いなのってか、うん。体調ね。体調やりたいね、大森瀬古ちゃんね。うん。体調はけど、ほんといつもやってるよね。 うん、体調だけだよ、本当にさ。クリープハイプ <laughs>。クリープハイプ。ふざけんなよ、本当にさ。な、なんかさ、あのクリープハイプとかさ、おやすみってな。あのさ、クリープハイプ。なあ,あ、本当に。銀南とまたやってほしい。銀南ボーイズとかさ、やったことねえよ、またって。一 <laughs> 回もやったことねえよ。見ネタた。俺見ねた。れ引っ張り出し来い、あいつ、本当にや。いい加減よ、あいつよ。 銀杏ボーイズお願いします。だから、かいつも配信お前ら引っ張り出しこいつってんじゃん。あと、大森聖子さんにもさ、ね、聖子ちゃんにもさ、あのー、大森聖子ちゃん頼みだよ。銀杏銀男ボーイズと新生かまってちゃんと、そう、隊長。このスリーマン。もうこれ、もう隊長頼み。もう銀杏ボーイズと僕らが出会うのは。 うヨネズさん、スギムさん、ミスチル、ソウエイ君とお願いします。だから、あるもやからさ、やってるっつってんじゃん、今まで。ある。ある。ザ人間とか、だからザ人間とかやりたい、俺。うん、マジで。ザ人間とかやりたいよ。クリーパイプとけど、まあ、セカワフェスの時はなんかね、あの時やって、けど、クリーパイプと対話したことあるんだよね、かまってちゃんってね。実はね、2、3回ね。うん、昔は。 うん、対話した瞬間に売れ上がってさ。<laughs> 売れた瞬間対話しなかったんだぜ、あいつら。<laughs> なあ、クリーパー部プでやったらやばいなって今までやってんじゃん。昔。うん、対話した瞬間に売れ上がったんだよ、あいつら。<laughs> で、売れた瞬間対話しなかったっていう。なんなんだよ。魚アクション。ああ、もう一郎はね、ちょっとね、あいつはね、もう無理です。絶対無理だと思う。うん。やり逃げかよ。あげち、るリンキンパーク。それ、ボーカル死んだろ。 ダオコちゃんいやなんか女王バチいやまあとりあえずねうん僕リリックビバラ結構あラインナップねうんリアマンが <laughs> えーっとさゆりさんえー、クリープイプとかまちゃん対番はやばいなんかお前ら結構クリープイプってだなんか出してくるねなんかねファンかぶってんのかまってちゃんとクリープイプってわかんねえけどうん まあ,けどまあクリープアイプ俺好きだよ本当にうに、ん、曲めっちゃいいよねうんクリープ大好き戸川さんあ戸川潤さんもねやりたいマジで、うん、まあまあとりあえずまあいいや対バンは俺はラインナップ聞いたけどあいいいいいいいっすねって感じうんただ決まるか分かんないよな本当になスーシンチューってバンドいる,いるじゃんスーシンチューって知ってる知ってるよね知ってる人はスーシンチューって ドラゴお誰って「ドラゴンボール」じゃん崎山くんあけど崎山くんも入ったような気がする崎山くんもそう俺やりたいうん知ってる「通信中」って言うけどそうそうそう「通信中」とかもさずっと「対バンしましょう」ってむ向こうもさなんかさ「やりましょうやりましょう」って感じなのすさこれもうあれあれよ5年前からだよ <laughs> 5年前からやりましょうやりましょうって毎回対バンツアーの時とか「通信中」こっち誘ってんだけど あいつらさ、5年間ずっとさ、なんか予定合いませんみたいなさ、何なん,なんだよこれさ。<laughs> いや、社交事例ではないんだろうけど、うん、いやマジで嫌われてるとか、社交事例ではないと思うよ。うん。多分本当に予定が本当に合わないんだろうね。それがうちの事務所が無能。<laughs> うん、無能。無能事務所。<laughs> まあ、これ、この可能性も <laughs>、否めなくはない。カナブーン。うん。カナブーンともしたいって。うん。カナブーンとか最近いい感じに、カナブーンとかキューソーとか最近いい感じに落ち着いてきたろ。あいつら。キングヌーとか無理でしょ。キングヌーはだってさ、ヌー、ヌーは、ヌーはだって、今イケイケだから、もうイケイケのバンドってさ、やっぱさ、あれなんだって、売れてるもの同士じゃねえと、 やっぱつるまねんだよキートークヌークヌは、うん、ヌーはもう今売れっ子じゃん、うん、いや俺ヌーがだから来たら「かまってちゃん」と対ンしたいって俺がおらってからもねオファーしてあのー、ね、うん「ヌーとかまってちゃん」っていう企画ライブできたらさ俺はさやりたいよ「オイシャルヒゲダンダンディズム」あっそれ聞いた。 オっしゃるヒゲダンディズムをね、あのね、まあまあおっしゃ、おっしゃ、なんかおしゃれな感じな、感じで、まあ俺は、まあ普通に、俺はいいバンド、けどあれも売れてんだろう。ううん、売れてんだろう。うむしろ構ってぬ、あの、あの、ぬ、ぬ、ぬ、うるせえな。あの、ぬ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 とオっしゃるダンディズムって、結構今もう売れてるバンド、売れ、もうこれ、今年売れるバンドだよね。もうね、あいつらはね。うん。ああ。 お前らだって好きだろ。ザ人間ってやりたいね。ザ人間って、けどあれも売れてきてるんじゃないのザ、俺あんまよく上がってないんだけど。うん。新世、キングって何ザ・ペギーズって、あー、ペギーズって聞いたことある。売れてきて、いや、今年売れるでしょ。ネクライトーキーもね。だからね、なんかね、今年売れるんじゃないかって、なんかこの前、バズリズムで確か乗ってた気がする。ネクライトーキーも。うん。黒猫チェルシーって。オワコンだろ、あいつ。 <laughs> 黒猫チェルシーって懐かしい。あんなオワコンだろ、あんなもん。<laughs> もうオワコンもオワコンだよ。も俺も焦ったわ。<laughs> あれね。<laughs> 黒猫チェルシーって。<laughs> やってんのまだ。<laughs> 頑張ってんのオワコンじゃないの、うん、最近聞かないよ、俺だって。だって俺10年前対バーしたよ。黒猫チェルシーオワコンじゃないさ。すいません。<laughs> ごめんなさい。10年前とか俺対バーしたよ、黒猫チェルシーって。うん。え、黒猫チェルシーだよ。 俺10年前対バンしたよ。うん。オワコンじゃないんだ。あ、そうなんだ。頑張ってんだ。まあ、とか、まだ活動したら水中そら、え、普通に黒猫チェルシーって、そう、俳優やってるやつでしょ、ボーカルのやつが。え、え,え、普通にオワコンじゃないのまだ、とかバンドやってたんだね。俺、それすらびっくりなんだけど。えー、え。トつどッこどこトつドラマでよく見る、俳優業としてさ、それ見るんじゃねえのあの、ネタさんと一緒で。 星野源とかあの峰田さんとかあれ俳優でさやっぱさなんかさねえちょちょろかしてんじゃん俳優ってずるいよなやっぱな俳優な須田君須田将暉いや須田将は俳優だからいいだろううんそういう流れ多いよなアバンティーガー何知らん須田まうん歌詞は歌いいやそうは思わないよ俺も別に俳優やれないようんいや俺月9ドラマ来たらいや俺別に出るよ うん。月9声かかったら、あとは大河ドラマ。ね。豊臣秀吉の、あの物語。で、ね。あの、のこさん豊臣秀吉役でお願いしますって。あの、来たら、俺は本当にセリフ覚えられなそうって。セリフ覚えるよあの頑張って僕、セリフ覚えるよそれ豊臣秀吉の、ね。あの、お城を作れって言うんでしょう。うん。おい おい、信長お城つれって。わかんないんだけど、あんま歴史。うん。明智光秀裏切るぞって、なんかわかんないけど、豊臣秀吉役。で、ね、うん。神々、自分に。えー、っと、マイヘアイズバッド。いや、あれも売れてるだろ。マイヘアも。な。イースタンユース今度なんか対バンすんじゃねえのうん。イースタンユースってなんか今度対バンするときなかったっけなんかフェス。あれあ、あれなんか、なんか、けどいつか対バンするよ。近々。 秀吉はコントだろういやもういやけどマジで俺僕だから別に「いやツイキャスなんてだからさテレビ関係者も俺のツイキャス見てるからさ」てかさ俺さ普通にさあのこの前も言ったっけこの前さ俺さあの俺がさあのー、去年さ恋は雨上がりのように楽曲提供したじゃんあのの映画のだ映画の曲俺が作曲した曲映画あれがさニュースでさニュース番組でいきなりさ流れたり。 流れたわけ流れた話したじゃんしたっけ、うん、フロントメモリーじゃないあの,おあの劇版 BGMBGM それがニュース番組ニュースゼロか忘れたけど何なんだっけ忘れてたらごめんなさい、うん、ただただなんかやっぱねたまにけど使われてんだよね新生かまっちゃうの曲もだからこの前見て OS 俺の曲なんかニュース番組とかさあとバラエティー番組であのなんか10秒間とか流れる時あるじゃん10秒間 そそそうそう,そう10秒間なんか流れる時とかなんかそういうテレニュース番組とかバラエティ番組そういうのでなんか俺の曲よく実はね結構使われてんだよマジでうんだから俺だからさ今週今週かな多分わかんないけど今週もなんかニュース番組で俺のあの曲が流れてきてうわって思って「俺じゃん!」ってマジで「今週かな?」わかんない先週か今週か 業界内の信者さ、いる、いるんだって。いや、見てるんだって、今。お前、偉い。うん。俺、見て、俺、聞いてるから。俺、これ、今、見てっか、絶対。信者がいるんだよ。あれ、本当に、スパイが。うん。構ってちゃう、スパイが。<laughs> <laughs> お前、お前、もっと使え。俺、俺、聞いてるから、ありがとうね。俺、ほ本当ありがとう。本当ありがとう。と <laughs> マジで。うん。 うん、いやけどほんとスパイがねいやいやスパイってか,なんかほんとにねテレビ業界にもねやっぱねやっぱファンはもともといるの知ってっけどさいやーちょっとねあれだとねうね、ん、あれだとうん、忍者ずっともかなって、うん、お金入るんですか曲使われた入る入る入る別に金はそんなビビたなもんだから別に金とかはどうでもいいそれはいや使われるの嬉しいじゃんうん、あお茶ばっかりですお茶ばっかりでございお茶ばっかりで うん、スパイ頑張って。いや、ほんとに。レイター主催イベントで発しました。あ、レイターズうん、オワコンではいけないぐらいの対番にちょうどいいのか。<laughs> <laughs> <laughs> まあまあ。まあまあ、そうだね、うん。いけいけ。まあ、売れっ子だ。ワンオクロックとか無理だから。そうそうそう。ワンオクロックとか別に言って、セカオワとかたね。わかんないけど、ね。岡崎体育とかも今無理だろうね。あれもうね。売れもう売れっ子じゃんえお茶ばかりです。お茶ばかりです。うん、万ン万ンはけど明日対番するんやてか。 ワンオーク行ける人って行けねえだろうな。もうど,どこが、何を,何を理根拠としてエルレガーデンとかさ。うん、いろいろ行けねえわ、エルレガーデンは。エルレガーデンは。エルレガーデンは、無理に決まってんだろう。ちゃがかいさん。エルレガーデンはちょっとね、無理ですよ。いろいろ無理ですよ。ちゃがかいさん。エルレはちょっとマジで。うん。<laughs> まあ細見さんもさ細見さんも別にこの話はやっぱさお前らもう勘ぐって大体わかると思うけど殴りに行こうか <laughs> いやもう俺もう言っちゃってるようなもんなんだけどさもう配信今まで細見さんはけどさあの酒飲まななかったらいい人なんだよ <laughs> 細見さんは本当にあのエル・ガーデンのねボーカルうん酒飲んでない時の細見さんはめちゃめちゃいい人なんだよだからさ だからその時は酒のめっちゃめちゃベロンベだからえっ違う細見さんって酒性悪いやね悪いんだよあのこれ結構ねあのねスタッフいや有名なんだよ有名なんだよ、うん、業界内でも有名なんだよこれはうんそう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 いい人だと思ってやべいい人だよ細見さんいい人だよいい人だよ、うん、これは紛れもなくあの人は悪い人ではないないい人だよやっぱ酒はねやっぱね人を狂わせるよね ま、僕もやっぱお酒飲んでさ、ね、暴力的になったりするじゃん。消されるぞってなんで消す、消してみろねおい消してみろおい殺すぞおいバカおい消してみろおいこの野郎ねおい <laughs> 消してみろ <laughs> おい消せよな <laughs> めんなよこの野郎この野郎消せ消してみろほんとによ。ほんとに、いや、マジで。 いや、舐めんなよって思う、お、お、いや、あの、思う。うん。舐めんなよって思う。うん。消してみろよ、これ。そんなに切るわけねえだろ、バーカー。いや、別にこれ今の、別に細見さんに言ったわけじゃないんで。<laughs> ああ、いや、でも、あ干されるよってないか。干してみろ、この野郎、僕おい、ぶっ殺すわ、この野郎。やってみろ。干してみろよ、この野郎。 今日はない飲んでんのウイスキーやっぱ酒は怖いねちょっと俺もちょっと今酒飲んでちょっと生きってるねやっぱお酒は怖いですねうんけどロックミュージシャンの人ってやっぱこの前も話したかもう一回話していいうんポプテピピップだよポプテピピップねポプテピピップだようん生きってるうん記憶うんお酒は怖いよロックミュージシャンの人ってだからさこの前も話,話してもう一回喋っていいこれ うん、楽しくなるけどねお酒あのやっぱだから俺もうだからあのー、うちのさスタッフあのライブのいろんな施策現場関わってるあのねスタッフの人いるわけあの新生かまっちゃんにもそれはほんと「o n e o k r とか「ビーズとかいやマジマジマジうんうちのライブチームにもいるんだようんそうそうそう千葉雄介かしてるってだなな何がどういうこと俺が 俺じゃ、俺、千葉雄介さんって別に、あの人別にそんな、そんなんじゃないでしょ。暴力的な人じゃないでしょ。俺会ったことないけど。そう、だからそう、いるんだけど、ビーストーブいるいるいる。うん。うちのライブ、ライブチームね。ライブチームには、新生かまっちゃんの。でも、でもそのね、あのね、千葉雄介さんって何千葉雄介クソ酒癖笑いや、そうなの。初めて聞いた。あマジで。 そうなんだあれね違うんだけどそのねだからさ俺さ細見さんとかさ出したじゃん俺だか俺もそうじゃん言ったらうんで千葉裕介さんも今出たけどさけど他にもいっぱいるけどあのねその業界の人にそのねだからその人聞いたんだけどいろんな現場にねあ携わってる人聞いたんだけどやっぱロックミュージシャン特にロックミュージシャンの人あとパンクミュージシャンの人ってあの酒飲むとねやっぱ基本的にヘイトだからさこのまま配信しゃべったけど基本的にさうちにヘイトを秘めてんだよ ロックミュージシャンとかパンクミュージシャンって、まあ俺も言ったらそうなんだよ。ヘイト、世の中に対する、ポプテピッピッ、ポプテピピップが、そうそうそう、ポプテピピップが、あのね、僕の中であるわけよ。あのロックミュージシャンとか中には。そうそうそう。まあさんってだね。まあさんって誰だっけなんかその。うん。だからあるの。それが、ね、やっぱ酒飲むと出ちゃうんだって。うん。だからそれがゆえね、やっぱね、なんかね、 うん、向井さん向井はあいつ、あいつ、<laughs> 向井さんは、向井さんは別に俺の中では酒癖悪くないな、まだな。あの人は別に嘘、嘘確かにね。あの人は別にヘイト抱えてんだろうけど、俺が会った限りだと、うん、別にそんな、うん、悪,悪い言い方してないな、向井さんはな。うん。あいつとか言っちゃった。先輩だぞ。<laughs> 先輩だぞ、お前。<laughs> あいつとか言っちゃダメだよ。<laughs> 向井さんめっちゃいい人なんだから、本当に。 そうそうそうだからあの <laughs> だからロックミュージシャンはだからパンクミュージシャンの人ってやっぱ酒の打ち上げとかそういう場ではやっぱお酒飲むと一気に人は変わる人って多いらしいよクロマニオンズは知らん、うん、知らん本当知らんうんうんそう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 でもまあ分かんないけど基本的にそういう人が多いらしいよって話岡村ちゃんはそんなことなかったなうん うん、岡村ちゃんはそんなことなかった。俺一緒に酒飲んだけど。うん。岡村ちゃんは全然そんなことなかったよ。岡村ちゃんほんともともとぶっ壊れてっかんね。<laughs> <laughs> <laughs> 酒飲んでも酒飲まなくても。なんかね岡村、岡村さんはちょっと僕の中では、やっぱ僕もともとぶっ壊れてるとか。うん。岡村さん、俺のツイキャス見てるから、ちょっとやめて。 たまにな、前回見られてたんだからち、ちょっと、じゃ見てたらすいません <laughs>。でもこれ褒め言葉だからね、岡村ちゃんは。うん、岡村、岡村ちゃんは本当にね、あのね、<laughs> いや本当酒飲んでなくてもやっぱお、やっぱ、俺、俺やっぱ一緒に何回か飲んでるけどなんかさ、やっぱ <laughs>、やっぱあの人狂ってんもん。狂ってんもん。うん。狂ってる。うん。岡村ちゃんはね。 いやまあでも、そう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 。いや、これは褒め言葉で。うん。えー、っと。うん、狂ってる。うん、狂ってる褒め言葉ですよ。天才ですよ。うん。そうそうそう。いや、僕なんかね、うん。レイジ岡本レイジのこと岡本図の。レイジなんかお前あ、あいつ、あいつ、あいつもう、あいつひょう、ひょうきん族だろ、あれ。うん。尾崎ゆかたゆゆ浴衣と仲良かったんですかね俺が お俺が尾崎と仲良い,いわけねえだろ。死んどるわ。俺が生まれ,生まれた子には。うん。お、尾崎ゆ、ゆたかね。うん。岡村、あ、岡村ちゃんと尾崎ゆ、ゆ、ゆたかね。うん。それは仲良かったんでしょうん。それは知ってるよ。うん。小崎世界観の方は俺が仲がいいから。うん。そ、世界観の方は俺が仲がいいから。うん、あんま仲良くねえけど。<laughs> あんまりなんか全然別に、むしろ全然ない、別に全然仲良くねえけど。<laughs> 他人みたいな感じだけど。<laughs> 他人、他人みたいなもんだけど。<laughs> だって別、だって別にそう喋んねえもん。<laughs> あーあ。ああ、セカはやばいよねって何がやべえんだよ。<laughs> ああ、セカはなんかアルバム出すんでしょ。なんか2枚同時に。なんかね。 ああ応援してるよ。えのんさんは、えのんくんもなんかべったり仲いいわけじゃないからね。事務所一緒,一緒だけど。そんなめちゃめちゃ喋るわけじゃないな。ずっと真夜中でいいのにどうあいや、ずっと真夜中でいいのに、だから俺だから好きだって。うん。うん、俺のだって曲カバーしてくれてくれたじゃん、フロントメモリー。ね、あかねちゃん。うん。う、え、ん、ー、きーちゃん。 柴田、誰と仲を、誰、誰これ柴田、悪い、悪いイメージって何わからん。誰だこれ。うん、ホルモンとは、だからホルモンとは別に仲良い,いよ、りょうくん。マキシマムザりょうくん。ま仲がいいっていか、お絵かき愛人はどうでもいいだらあんな。うん。別にやってもいいけど、めんどくさくなってきた。カバーめっちゃ良かった、そうはいう。ん。後藤真理子ライブで全裸になったらしいよ。 お絵かきしないのやるお絵かき配し行くお絵かき待ってた人いた待ってた人いるんだったらやるけどやろうやろういや待ってる人あ見たいあ本当にあ待ってた人いるあ本当じゃあやるじゃやるわじゃあやるわ分かったじゃあやるわ,あやるわまあとりあえずね申請かまっちゃう全然うん栗原るい君俺連絡取ってないな最近元気にしてるかね栗原るい君ね うん、宿題なのって宿題じゃないけど22日まで別に大丈夫別に今日までじゃないあ俺ゴメスとさ普通にさゴメスくんとさ竹内さんとさ最近飲み会あったじゃんこれ行っていいのかなうんまあ行ってもいいのかな <laughs> 俺ゴメスくんうんまあまあなんか曲とか提供してたりとかなんかそういうのがあって。 うん、俺,俺はこれ多分俺まあ言っ,ちゃ言っていいのかな <laughs> ダメだったらごめん見てないと思うけどゴメスくんダメだったらごめんうん実はダメじゃねえでも彼ゴメスくんって多分ねアルバムもうすぐ出すんだうんそれに収録されるうん俺の曲これがね俺がね俺がトラ,ックてト,あトラック提供したんだよ 俺がトラックを提供して、おしゃべりの子さんだね、ほんとにね。いや、これね、けどね、買って。ゴメスのアルバム買って。うん、もうすぐで、もうすぐじゃないんだけど、いつ出るっつったっけなただ今年には出る。うん。言うたらダメやん。うん。ダメだね。ははは。ははは。 なかったことにしてでもまあ言っちゃったからもう遅いから言うけどあの今日まあまあ,あ,あ俺けど曲聞いたんだ曲あの俺がだからあの自分でトラック作ったんだよまずいやゴメスは優しいから許してくれあいつはあいつは言えねえあいつは多分許してくれるよのこさん言っちゃったかってなっ多分なんないと思う,もうのこさんならいいっすよって多分あいつはなってくれ <laughs> <laughs> あいつはい,いやつだからいいようん <laughs> うんうん 俺、だから、ここで、だから、作ったんだよ、トラック。うん、トラックって、わかるでしょそう俺が作ったトラックに、ゴメスくんがラップを乗っける、やつ。それをね、ちょっとデモバージョン送ったんだ。てか、俺もね、かっけえトラック送ったんだよ、マジで <laughs>。俺も確か、俺も我ながら天才的なね、まあなんかね、すげえなんか、それはね、なんか、あれなんだよ。あの、ゴメスくんから要望があって、 なん,かあーなんかイメージみたいなものをたもらっててんでもってそれでまあ俺もそれで結構パッとできたんだけどうん完成はちょっとなかなかねあのマジであの方向性は曲の方向性はね自信作うん俺ねでも聞いたけどマジかっこよかったあのゴメス君のねあのラップものっかったやつ聞いて。 俺のトラックもかっけえんだけどいや俺のトラックもマジかっこいいよ <laughs> うんお前ら俺がトラックメーカーなの知ってるっしょ俺の子さんのトラックってすごいいいじゃん夜沢の虫とどこまでも何でもいいんだけど俺,俺もトラック俺もさインスト曲とかめっちゃいいじゃんで方向性は暴力暴力的なね方向性でめちゃめちゃなんかねもう暴力的なバイなんか感じなうんいやでもかっこいいかっこよかった うん、いやなんかそれ多分ねあとね何ヶ月後でんだろうな早くて4ヶ月後とかだと思ううんノコさんのインスト好きだかまっちゃんのアルバムには入んないよごゴメスくんのアルバムに入るからそうゴメスくんのアルバムに入るからそれ聞いてそうそうそう4ヶ月後とかそううん言ったらあかんやうんダメだね基本的にはダメだね うんまあまあ別にいいっしょ女も別にいいじゃん女もうんいやむしろせいやむしろ宣伝になるからいいだろこれうん別にむしろ欲をかまたら別にそんな悪いとかじゃねえようんいやむしろ宣伝になるからいいじゃんゴメスのゴメスくんのアルバムをか買えばいいんだお前らは言ったらダメなやつかもしんねえけどいいじゃんいやアルバム買えばいいんだお前らはアルバム買えそれに収録されるからうん でめちゃ普通に俺はそうそういいから、うん、ちなみにあのチングも関わるから、うん、チングもそれだか,ら、まあ、だからってわけじゃないんだけどチングとゴメス君と俺でここで飲み会したんだけど今週その話もしたねチングも関わるからうん、うん、どんどん言う全部全部言っちまえうんまあそれもちょっといろいろ楽しみにしてね、まあ、まあお前らちょっとこれはあんまねあの まあここだけの話っていう感じでもね何でもいいんだけどとりあえずけどアルバム買って買ってよ、うん、そう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 ,そう、うん、いやでも本当に俺は楽しみだよこの曲ゴメスくんとの曲もねあのね公になる日がうんいや俺はちょっとねでも聞いたんだよゴメスから送られてきたやついや俺結構ねいや,いや自分でトラック作ったわりにいやそれにゴメスのラップが乗っかってっからさ俺の暴力的なねトラックに ゴメスの,のさ、またさ、暴力的なラップが乗っかってさ。いやー、おい、やばかったね。やばそう。いや、やばかったよ。うん、俺、やばかったよ。うん、やばかった、やばかった。<laughs> 怖くは来ないね。あ,ありえないあ。怖くとかありえない。怖くはありえません。うん、破壊力はあったね。いや、マジで。うん、俺、うん、ぶっ飛んだもん、ちょっと。真面目に。うん。 そう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 ,そう,そう売れるまあ売れるっつうかまあお前ら買って <laughs> めちゃくちゃ売れるわけじゃないけど「紅白」とかはどうでもいいんだけど売れるとかうんまあゴメスくんのアルバムは買ってあげて買って絶対いいもんになると思うからああまあこれ別にゴメスくんに言ってもいいようん彼は別に全然ですねそういうのむしろねうん、うん、全然や、ね、ゆる許してくれ秘密じゃなくてもいいようん全然別に秘密じゃなくてもいいと思う俺、ね、うん まあ、とりあえず、そんな感じで、はい。えー、ションベイク。いや、でも、ほんと楽しみ。うん。この曲、出るときはね、うん。まあ、それよりも、ゴメスとのね、あの、共作も楽しみだけど、あと、新生かまっちゃんのアルバムは、もう出すっていうことで、あの、もう決まりました。メンバー内でちょっと、あの、会ってないけど、明日、明日、今年初めてね、今年初めて明日メンバーに会うんだけど、LINE はやってるから、 それは多分ちょっと今ね、ちょっとね、ミニアルバム、ちょいろんな、ちょっとね、フルアルバムだからさ、フルアルバムにしようか、ミニアルバムにしようか、すごいね、ちょっと悩んでんだよね。うん。そう、デース以来会ってないよ。うん、メンバー明日。あ明日だから仕事始めだから、新生かばってちゃん。明日はライブ練習してないよ。うん。だからちょっと心配なんだけどね。 フルにしよう。いや、フル一択って言うけど、だから違うんだよ。前回も言ったけど、戦略、あの、マーケティング戦略、うーん、もう考えたら、ミニアルバムをに、あの、フルアルバム1枚出すことは全然できる。できるんだけど、あ、いや、それもできないかもしんないんだ。うん。あ、フルアルバム、あ、もしね、あの、ま、えっと、まず言いたいのが、フルアルバム。あのね、フルアルバムが、まずね、ちょっとね、 みんなとね、LINE したんだけど、あのー、フルアルバムだと曲足りないの。いや、曲はめちゃめちゃいっぱいあるんだけど。<laughs> 曲は全然あるんだよ。あのね、フルアルバムだと、ちょっとね、ちょっとタイム感的に、あー間に合わない。バンドで固めんのが間に合わねえんじゃねえかっていう。タイム感的に。単純な話。そう、スケジュール的に。あ価格は高くなる。いや、そんなことタイム感。そう、スケジュール的に。 っていう、いろんなことを含めた総合的な話。ただちょっとわからん。まだ決まって、それも、まあちょっと厳しいとこあんだけど、だって俺らまずレコーディングはまだレ、まだその前にレコーディングの前のレコーディングの練習のプリプロってあるんだけど、それをね、あの、2月3月にやろうとしてんの。うん、3月とか。うん、3月とかにやろうとしてんの。3月か。まあとりあえず、うん、3月か。3月だっけ。プリプロ。レコーディングの練習みたいな。うん。 それを3月あたりをめどにしてやって秋ぐ夏秋ぐらいにアルバム出したいなっていう感じにしてんの。「チングの D v D」の DVD ツアー合間にいやツアー合間じゃないツアー前にやるプリプロはうんツアー前にツアーもあるしいやツアー前にプリプロはちょっとやろうやろうと思ってるっていう今話し合いね今ほんとあの話し合いの段階のことを言ってるだけだからこれからまたか変わるかもしんないから。 そうなると俺らまだ新曲の練習を1回も入ってないんだよ新曲の練習をだからだからこそフルアルバムを俺だからね俺,俺からはちょっとフルアルバムも俺はフルアルバムで出した方がいいんじゃないかってのも LINE で投げたんだけどフルアルバム特にフルアルバムにせずともミニアルバムにす,するとも 2月はめちゃめちゃスタジオ練習入んないとダメだなっていう感じな状況です、今。そう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 。出したいけど出せないのか、時間との大変。大変スケジュール的に無理じゃない。いや、スケジュールで無理じゃないよ。う、え、ん、ー、無理じゃない。ちょっと分かんない。とりあえず。まあ、とりあえず分かんな、ね、い。色々あんだよ。うるせえな。あまあ、そういうことだよそう。2月にめちゃめちゃスタジオ練習、とりあえず入ろうって流れにはなってる。新曲練習、めちゃめちゃ入ろうって。うん、流れになってる。 うん、2月から忙しくは2月か月遅く忙しくは忙しくなるいやそうん、忙,し忙しくなる、うん、う忙しくなる,、うんくなるうん、だから配信とかも確かにまあまあまあそっちの方でむしろなんか曲作りで配信少なくなるんじゃなくてまあ分かんないけどね、うん、配信は分かんないけど、うん、まあ減るってことはない,ないかな知らん知らんとりあえず忙しくなる。 どうも、2月。3月。まあ、3月は今日ツアーあるからね。知らねえよ、減るから。うん。2月誕生日なの、忙しい、ね。<laughs> うるせえよ。何 <laughs> だこれ。おめえが誕生日だから、2月は配信してもらった方がいいな。あっておめえ、まあ今、わかんないけど、おめえとね。会おうか。<laughs> うん。え久々にモテ期きや。 ええと、とりあえず、そんな感じなね、今んとこね。うーん。あーとりあえず、だから、フルアルバムに、だから、マーケティング戦略的には、ミニアルバムを2回出した方がいいんだよ。フルアルバムを出すことミニアルバムを出すことは、曲数のストック的には全然ある。うん。曲、曲ストックは全然いっぱいある。うん、どっちも出せんだけど、その、まず、あのー、だから、タイム感的な、ことも、はっ、 あるけど、タイム感的なな話もあるんだけど、それ、それを抜きにしても、ミニアルバムを、あの、に、分けて、そう、ミニアルバム、そう、2枚。そう、フルアルバム1枚出すんじゃなくて、ミニアルバムを例えば、あの、夏か秋に出して、その後、あのー、1月、来年、2020年1月とかに、またミニア、小分けして出す。 それは完全にマーケティング、あの、戦略です。クオリティ保てないならやめていただきたい。知らない。知るか。うん。それよりも、クオリティは別に保ててる俺の曲なんだから。うん。俺の曲ならクオリティは保ってんだろ、この野郎。なあだ。とりあえず、まあミニアルバムを二回、マーケティング、けどマーケティング大切なんだよ。マーケティング戦略も。活動するにあたっては。まあとりあえずそれは、まあ、まあ、ど,どうするかわかんないけども、あのー、 まあ俺はそっちの方がいいと思ってる。できる限りはで,できたらね。うん。そっちもそっちでいいと思ってんだけども、まあまあそれもそれでちょっと難しいかなって、その戦略が大切なんだけど、ワーナーワーナー関係ねえよ、バカ。うん。それワーナーとかだって分かんねえよ。だって今クビになるかもしんねえだから。<laughs> そもそもワーナークビになるかどうかまだ分かんねえんだよ。 うん。あ、でも、とりあえず、なんか今はね、ワーナークビになるかもしんないけど、次のミニアルバムかフルアルバーかしんないけど、次のアルバムは、ワーナーはとりあえず協力はしてくるらしい。って流れは、なんかね、なんか聞いた。マネージャーから。うん。まだわかんないんだよ。あの、クビになるかは。メジャーミュージシャン。クビになるかまだわかんないんだけど、お絵かき配信まだこれから。うん、クビ決まってない。まだ。でも、それわかんないけど、 あのー、次のアルバムはどっちでしろワーナー協力してくれるらしいっていうとこだけは聞いただからクビになるか分かんねえってうるせえなクビになってもいいようんもうどうでもいいよ <laughs> マジで <laughs> クビになったらレベル立ち上げるわけねえじゃん無理に決まってんだろこんなバンドがあのさ無理に決まってんじゃんレーベル立ち上げるとか会社立ち上げるとかこんなバンドがさできるわけねえじゃんお前ら俺のこと俺らのことさ見てるだろ うん、このバンドが事務所立ち上げられるか <laughs> こんななんか怠け者バンドがマジでアンボルとワーナーの契約はね多分また別なんだと思うワーナークビになってもアンボルでは多分続けられるとかあるんじゃん知らんサンダーキャッツは音源変わりますかあるんじゃんうんまあとりあえずレーベル立ち上げるとかそんな考えてない 究極残さの曲のは何でもいいよってななでいうことああできるよあどうでもい,いあーええー、えとあーまあいいやはいあーお絵かきしよっかまあそんな感じですとりあえず今現状報告するとだから2月3月はすげえ忙しくなるねうんそれは別に配信するわけでもないから ああレコーディング、その、新曲練習配信とかも多分しないと思う。ああだから、またちょっと、なんか SN、SNS に顔出さないっていう時もあるかな。わかんない。それはちょっとわからん。ちょ、それはちょっとわからん。うん。わからん。うん。それちょっとわからん。どうなるかわからん。うん、本当フルアルバムなるかミニアルバムなるかもちょっとわかんないから。うん。俺はちょっと一回やってみたいんだよね。 イメその戦略的にマーケティング戦略的にあのミニアルバム2回に分けるっていうそうフルアルバムをポンと出す出すことはできるけどミニで分けるってそうするとやっぱ1回1回に MV つけられるからえそう1回1回そのアルバムフルアルバムポンと1枚だったら1曲にしか、M、MV つけられないんだよ2枚に分けたらそのそう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 あのー、MV もだから2つ作れんだよ それもあるんだよ。それも含めてなんだけど、まあいろんな考え方あるんだよね。そのマーケティング戦略も。まあこういうの、なんでアーティストのさ、俺がさ、考え、こんな考えてんだよ、本当にさ。俺昔から本当すごいよね。俺もやっぱビジネスマンだよね。事務所、事務所が考え、こかもさ。<laughs> でも俺やっぱ昔からやっぱこういうマーケティング戦略はさ、結構考えてる方だよ。メンバーと、中でもやっぱ一番すげえ考えてんもん。 俺が。うん。普通は誰かなんて、普通はこんなもん当たり前に事務所の人間だろう、プロ、なんかプロデュースかしんねんけど、なんか。うん。なんで曲作ってるやつがさ、な、こんなさ、あの配信もさ、ペラ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 さ、笑い芸人みたいに喋ってさ、おいすげえやっぱ俺って。俺ほんと何でもさ、うん、事務所何もしてなくねって何かほぼほぼ何もしてええじゃねえか、ワーナーなんてよ。な <laughs> は はいだから別にいらねえっつってんだよどっちでもいいっつってんだよ俺クビになってもああ <laughs> <laughs> そんな何もしてねえだろほんとにさだってタイアップとかだって全部自力だからな「進撃の巨人」とかもさ「恋やめ」とかもあれ別にワーナーの力じゃねえかな、うんなああだからどっちもいいっつってんだろ えー、ああそれとりあえずじゃあ皆さんねもうねこっからねパソコン配信にじゃあ切り替えてもうちょっとまあこんな現状こんな感じって感じです新生かまってちゃんは今んところただアルバムはおやすみなさいあ寝ていいよあどうせつまんねえしイラスト配信なんてまあとりあえずやるよ、うん、みんな待ってる人いるしパソコンに切り替えて配信はとりあえずやるわうん各配信餌にされてるんじゃあ餌にされてるかもな うれしい報告報告まあそんな感じで親戚変わっちゃう現状ははい、うん、えうまいんって何があてめえよりうまいよ、うん、寝よう旦切るかあお茶バックタイムはもうすぐあじゃあちょっとお茶バック終わってからちょっとねあのー、パソコンに切り替えるわひげ入ると消えそく感出ますねこんばんははいはいじゃあ5分でお茶バックなんでアルバムねあとそうアルバムはとりあえずフルか見にどっちか フルでもミニでも、とりあえずアルバムは出ます。出します。今年は。じゃあ、まあ、それはお楽しみに。うん。そう、イラスト待ってた。ワープするね。このアイコンは僕が書いたんじゃありません。ライブグッズは誰が描くのライブグッズは俺だよ。幽霊少女死鉄ては。うん。それも俺がなんかね、書く。うん。アルバム出るだけで嬉しい。まあ、やっぱ活動家出るからね。アルバム出すっていうのは。 でもほんと毎年毎年さ、アルバム出してんのってほんとさ、やっぱマジ新生変わっちゃうぐらいだよ、こんなもん。バカ言ってばか、バカだよな。<laughs> ほんと。サカナクションってだってあれでしょ、5年間出してないんでしょ <laughs> いや、バカでしょほんとに。うん。いや、毎年はすごいっていうかさ、 あのこさんの絵ほんとかわいいっすよねありがとうございます、うん、いやありえないんだってだってセカワだってさ最近なんかアルバムねあれもだって5年ぶりぐらいでしょセカワなんかアルバム出すけどあおちゃばかいざんすけど大体そんなもんじゃん他のアーティストってかまっちゃゃんだけだよ毎年出してんのマジでうん毎年毎年出してんのはかまっちゃんだけかまっちゃんが知らんよ俺 毎年アルバム出してるのアイ,ドアイドルぐらいしか知んないアイドルはなんか毎年出したりするよねアイドルぐらいしか知んねえようんセカワはほんとにセカワでもなんか別にけど他のアーティストけど普通にね契約と関係ないもう脅迫観念うん契約とじゃないんで俺あのアルバムだでた出してるのなんか多分俺もう脅迫観念に近いもんがあるんだと思うお茶ばかざんすうん あ、ゲスト感は毎年出してんだ割とうん俺はなんか多分脅迫観念に近い近い近いもんがあるなんかうんでもさ俺さーガールズバンド毎年アルバム出したうんもうってさかさっきもなんかコメント俺もうアルバムのクオリティとかさそういうもんよりもなんか脅迫観念出してるもんうんこんなファンにこんなこと言ってもあれなんだけどうん、けどガチなところあらこれアルバムアンスあるやつああ落ち葉からやつあうん 自分たちでは満足しててて出出しししるるうん出してる満足したってその時はなってるうん振り返るともうちょっとねなんかねってとこあるけどねうんアルバムは昔のアルバムなんか特にクソじゃんうん最近のアルバムはまだまともだけどさうんそう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 でもそれでもねなんかねうんそうそうそう いやでもやっぱできた,できた当初はそんなどんなアルバムだって、うん、できた当初はいいってなるよ誰だってマジで、うん、ちゃんと満足なんかするに決まってるそうできた当初は満足して決まってんだろ <laughs> できたーってなってんだから <laughs> マジで、うん、そうそうそう音質的じゃねえよ、うん、演奏的だよ、うん、演奏的にうん あとやっぱ毎年ね、アルバムを出すことないなって思ってんだよ、俺。俺も。いや、これほんとね、そうよ。昔から。かまってちゃん。うん。毎年毎年なんでアルバム出すんだって。ほんとに。だってさ、毎年のアルバム出して、出しじゃあ、2年に、例えば3年に1回とかにしたらもっとクオリティがいいさ、お茶番カらザークオリティがいいアルバムを出せるよ。<laughs> アルバム的には。うん。 当然うんそんなん当たり前じゃんうん3年もっとそうそうそう当たり前じゃんそんななんか俺毎年毎年やっぱさ出してんのはさなんかもうほんとなんか凶悪観念に近いよねこれなうんいや俺もなんか何なんだろうな焦ってるわけでもないんだけどね焦ってんのかな分かんないなんか焦ってるつもりほんとないんだけどね毎回クオリティ保ってると思う あでもさいや本当にけど前それにしても別に毎年出すことはないって思うよかまってちゃんうんでもやっぱ活動感がやっぱ出るとかあるからねやっぱねあ毎年アルバム出した方がうんそう「脅迫観念出してるアルバムマジマジマジ」うんもうクオリティとかそんなんじゃ考えてねえようん多分まずはまあクオリティもちゃんと考えてるけどそのまず第一は脅迫観念だと思うかまっちゃんが「 毎年アルバム出してんのは別に事務所に出せって言われてるわけじゃないんだよ。うん、事務所の人間に出して,出してもらいたいとか頼まれてるとかそんなのおもう俺。もう俺なんだよ。もう俺がなんかねそうそう事務所関係ないこれマジで。うんそう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 俺なんだよ。出そうってなってんの。やっぱあれなんかなうんやっぱ俺もなんか仕事が。 やっぱ新生かわっちゃんもやっぱね使命感つが違う多分あいやいろんな考えたら新生かわっちゃんもやっぱさオアコンじゃないにしろさやっぱさやっぱ,や,っぱやっぱすぐ忘れ去られると思うからやっぱ俺らぐらいだとマジでうんだからそういうことを含めてやっぱ活動感って大切だと思うんだよ責任感強いんじゃない真面目それうん俺新生かわっちゃんのこと考えてるからね活動家活動のこと仕事としてのうんそう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  忘れねえよって。忘れんなばかやのてめえらあおか。<laughs> お前らは忘れんなよ <laughs>。今よりこれ見てるやつが忘れられたらお前たまったもんじゃねえよ。まあけどお前らの中でもわかんないよ。いるかもしんないよ。そう,そう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 。違うよ。なんかやっぱ仕事っていうのはやっぱ世の中と勝負することだから。うん、まあお前らも世の中の一部だけど、そうもっとアウェイなところにさ、消しかけることだからさ、 いやっ戦って、た、やっぱ戦わないといけないからね。俺仕事ってのは戦いだと思ってくから。うん、世間との。うん、だから新生かわちゃんも、だから、そうそうそう、アルバムを出すっていうのは俺ちょっとした戦いだと思ってるからさ、やっぱさ、自分の中ではさ、うん。うん、かっこいいって違うよ、別に。かっこつけてるわけじゃなくて、なうん。髭生えておじさんかで、声は若いと違和感って何が。うん。 しがらみ、うん、私今全然戦ってない。いや、かまってちゃうもんだから明日からやっとね、仕事始まるからさ。<laughs> ずっとダラダして、俺は。働きもじゃねえって。あ、こんばんは。おひげいいっすね。のこ何歳だっけ今もう34になる。今年34歳だよ。ふざけんなよ。うん。今年34歳だよ。 もう完全におっさんだよ。スローなようで攻めてるかまってちゃんいや、攻めてないよ、まだが。頑張んねえとって思ってるよ。あまあ、いろんな意見あると思うんだけどね、これに関してはね。ヌーとは関わりあるっつってんだろ、さっきからよ、キングヌーはあー。俺の後輩だよ、大切な。同い年です。あの、だから、いろんな考え方あると思うんだけどね。うーん。 うん、いやこれはねほんとねあの構、ー、ってちゃう新生かまっちゃうをね運用する側とまあお前だったらファンファン視点とやっぱね違うと思ううんそれはファンだったらね俺と考え方絶対違う違うの分かるようんそれは超分かるうんそういろいろねあるんだよあいろんな考えが、うん、運用してる側つ活動してる当人たちの モノ君とかは何も考えてないと思うけど <laughs> <laughs> いろんな苦悩葛藤戦ってるっつうかそんなかっこいい言い方しないけど、うん、仕事つらいっつうか仕事はそれ辛つらいもんでしょなんか食べたあ食べてない残、うん、すやっぱプロだよいやいや俺はやっぱプロだよ、うん、そこらへんこういったとこはやっぱビジネスマンだと思うもん俺もうん なんだかんだだか俺やっぱ申請かまっちゃうやっぱさあのー、仕事としてる面はほんとビジネスだと思って割り切ってっからうんやっぱそこら辺をプロだと思うようんプロプロっつうか芸術家としてはプロだと思ってないうん仕事上の俺ってなんかうんなんつうかまあそこら辺はやっぱ自分の中で分けてくからね昔からじゃないとやってけねえもん俺、うん、仕事としてうん かまっちゃうついてほしい。いやまあかまっちゃうだからすげえたいよ。うん真面目に考えたらその当たり前じゃん。ノコみたいですね。ものくんゲームしかしあで。アーティストですねっていやだからアーティストの顔も持ってるけど俺はビジネスマンとしての顔を持ってるよ。まあ別に完全にビジネスでやってるわけじゃないけどな。かまってちゃうもんな。うん。うん。じゃないとストレちゃうね。音楽人も。 そのリアルな熱量が好き。いやけどこれ俺だけじゃないと思うよ。うん、俺はやっぱ音楽業界だったら他のバンドマンの人とかアーティストの人でもお、俺と同じように考えてる人って結構戦ってる人っていると思うけどな。漫画家でもね。俺最近あれだよ。最近じゃねえか。あの、水木しげるっているじゃん。水木しげるとかもそう、なんかね、俺と同じような考え方、ね、水木しげるっているじゃん。あの、ゲゲゲの鬼太郎の。 10年ついたのはビジネスの子のおかげ。そう。ビジネスの子のおかげだよ。10年ついたのこれマジで。あの、ずっと俺が芸術家でやってたら、もうとっくに解散してるっしょ。無理だよ。<laughs> 無理。<laughs> 無理。うん。あんそう。水木しげるも、だってさ、あのー、あれだよ。商品なってやつ。ああ、ゲ,キゲの鬼太郎のアニメとか見てないかんな、ね、あの人って。アニメ化されたやつとか。あの人とかも、 あのアニメ化された「ゲゲの鬼太郎」とか全く見てないんだよなぜかというと <laughs> 俺それインタビュー見たんだけどそうそうなぜかというともうあれはもう夜中のももなななんかか要するにに商品っったから興味がないって。もうだからそこら辺が水木しげるさんもだからもうそこら辺俺と同じようにわまあやっぱけど多いと思うんだよやっぱこういう人って漫画家でもなんかそうそうそう,もうだから商品になったら仕事だやっぱ仕事だもんそれって芸,芸術じゃなくて。 うん、いやそれはそうジレンマやなうんそう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 ジレンあミッだからそうそうそう全くだから水木しげるさんとかその商品になったものって全く興味がないんだってそうそうそうでも別に俺だから俺別に水木しげるさんとか俺じゃなくても結構いるんじゃないかなって思っちゃうけどねちゃんと自分の中で仕事として仕事としてのなんか水木しげるアーティストとしての水木しげるみたいな 自分分の中でちょ分けててるる人っていいんじゃないかなかみんなの中に水木しげるがいるわけじゃないけど。<laughs> 俺は結構やっぱねそうすることによってあの仕事がうまくいくようになったね俺の場合は。芸術の仕事音楽の仕事。やっぱ20代前半の時ってメジャーミュージシャンな,なりたての頃って一番俺もその時って俺すごい芸術家のままやスタンスのままやってたから全力でね。 だからすげえメンバーとも言い,言い合ったり、もう事務所の人とも言い合ったりしたし、もうすごい自分の思い通りにな,ならなすぎてムカついたし。うん。そうそうそう。もうほんと解散、解,もう解散しよう、解散しようって。毎年言ってたじゃん、俺は。今はもうない。そうそうそう。あ今はないあ。おやすみなさい。うん。無理無理。ああそんなん仕事できない。うん。無理無理。 うん、だから今はもうねだからそこら辺自分の中でもう分けてるから20代後半からだから俺はそれができるようになったからうんそう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 だから俺仕事に対して真面目すぎるとなやきっかけ変わり分,か分けるように分かんない自分の中でだから,だからきっかけはわ忘れただから自分の中でだから仕事に対して俺は落ち着いたってことうん落ち着いたっていうかまあそれもあると思うけど真面目になりすぎたらダメだなってうんっていうのはある。 うん、それは仕事も仕事でアートするよ。するうう時はライブだってそうだよ。俺ライブはスポーツだって言ってっけどアートの瞬間してる時ってあるよ。うんそういう場合、まあ、あるんで別にそれは当然。でも真面目になりすぎたら俺はダメ。うん解散する。絶痛がない。ってのはあるね。そうそうそう。あんま真面目になりすぎないっていうのを心,心がけてる。俺は仕事は。うん。そうそうそう。だから家に。 作曲モードもうこれは完全にそん時の時作曲モードを自分を仕事に持ってってたらダメうんいや真面目なんで俺はものすごくだからさだからなのだから俺ものすごい真面目だからなんだかんだよ真面目なんだよ真面目だからこそ真面目にならないって考えた方がちょうどいいの俺はうん さ真面目すぎるがゆえにあそうですそうですそう俺すげえ真面目なんだよあーあーそう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 苦悩ばっかじゃいや苦悩はありよ今でも仕事ぶっちゃけ言うと今でもそれでもうんあるよあうまくいかない時とかもあるしあ本うん当にうんね自分の理想理想とはやっぱさあー 理想自分がね思い描いてるさ理想の通りになんないこともさあ,るあったりするよ。うんうん何が一番のストレスって何がだからそれ今言ったことうんあったりはするよだって締め切りがあるんだもん仕事ってアルバムのレコーディングにしろまず締め切りがあるんだもん <laughs> 締め切りがあるんだもんやっぱ仕事ってうん <laughs> 納期ほんまつらいよ。<laughs> のこさんの愛して自己啓発本みたい <laughs>、うん。いや締め切りってあるじゃんやっぱさ仕事ってさそうやっぱそれはさそれはいや俺だから自分俺のやっぱさ個人に YouTube であげてるさ音源家で作った音源あれは締め切りがないからさ、うん、もうさ 5年でも6年でも10年でもさ、みっちり曲作りできるわけよ。でも仕事って締め切りがある。本なんか書かねえよ。ストレスのない仕事なんてないんだな。えねえよお前ら俺が好きなことで生きてってる ?YouTuber が好きなことで生きてってるお前好きなことで確かに仕事にしてっかもしんないけど、それでもストレスなんかいっぱいあるわ。どこだってストレスはあるよ。 漫画まあとりあえずこんなねちょっとねちょ話長くなっちゃったおい <laughs> これこっからかって <laughs> やるのほんとにこっからもういやもうよくねえもう1時あんだようんもうよくねえつか明日じゃダメなの明日明日,明日はちなみに怒る事務所的にも締め切合わせて調整して,してるから仕方がないようなそうなんだよ それはスタッフもスタッフに文句は言うんだよスタッフもこっちにさやっぱさこっちのためをさ思ってさ調整してくれてるからさそこは無限にできないじゃん俺別にサイコ本当サイコパスじゃないからさ無限にはできねえよ明日でも明日,の明日のライブ終わりでもいい家帰ってから10分だけでいいからお絵描きしよう10分、まあ、分かったじゃあお絵描きは10分ぐらいするようん 頑張って起きたな、明日は。じゃあ分かった。パソコンから配信するわ。じゃあちょっとやる、やるわ。うん。まあちょっとどうなるか分かんないけど。まあとりあえず一回、じゃあ、あの、お茶バックタイム終わった。あ、うまいじゃん。うまいじゃあ次もパソコンに行くね。うん。ちょっと疲れてきた。待ってた人もいるから、じゃあお絵かきはちょっとするよ。分かった。じゃあパソコンおやすみなさい。寝てる、寝てる、寝た人はもう寝て。明日もちょっと配信するかちょっと分かんないけど。まあとりあえずね、明日や、や,やれたらやるわ。 まあとりあえずバイバイまたちょっとパソコンに変えますはい起きてる人は見てくださいはい明日でもいいですよってか、はい